ラリーグドジャース3対1マーリンズ2024年5月8日ロサンゼルスドジャースは8日日本時間9日本拠ドジャースタジアムでのマーリンズ戦に勝利2カード連続でスイープに成功し今季最長7連勝を飾った試合時間1時間55分はチーム今季最短ゲームとなったこの日のドジャースはティーゲルナンデスが勝負強さを発揮 初回2試3塁から右前的地打で先制点を奪うと、1対1の6回には勝ち越しの10号ツーラン。チームの3打点すべてを叩き出し、6安打ながら勝利した。投げては先発、ストーンが7回1失点と高投救援したグローブ、ハドソンも無失点でつなぎ、マーリンズに勝利した。両軍とも投手陣が大崩れせず、試合は順調に進行。 試合時間は2時間を切り1時間55分だった。チームにとって今季最短で2時間を切るのも初めてだった。大リーグ公式サイトのサララングス記者は自身の X、旧ツイッターでドジャースが2時間25分以内の試合を5試合連続で行ったのは1980年に2度5試合連続で行って以来である7月29日から8月3日。 6月6日から11日と44年ぶりだったと紹介した。テンポの良さが連勝にもつながっているようだ。